沖縄こどもの国では、身近にある沖縄の自然について関心を高めてもらおうと、子どもたちを対象に園内の昆虫や植物を採集して観察する生き物調査隊を実施しています。昨年度は16人が参加し、その活動の成果が紹介されていて、会場には生き物を細部に至るまでスケッチした観察記録や採集した昆虫の標本などが展示されています。新型コロナの影響で例年の半分ほどしか活動ができなかったということですが、観察記録からは子どもたちの熱心な調査の成果が感じられます。この展示会は6月26日まで沖縄こどもの国の特別展示ギャラリーで開かれています。